うん、今日こそ今日こそと思って、青森に来て勉強させてもらうと、大体忘れてる。ゼロからもう一回やるべきかな。ゼロからやって間に合うのかなっていうふうにちょっと思ってて、うん、検定なんだけど、そうね、これはなんかね、多分3年4年前に今からやっても間に合わないと思って挫折したパターンだよね。そう、それをしないために事前にかなり準備してたのにさ、よし、まずは検案の、そうだな、そう、このね、第4章の GI 値と、内分泌系の基礎っていうところからもう一回、資料というか、まあ、独自資料を作り直して、4章、5章、6章かな、そう、テキストにして、7章、うん、約50ページ、40ページ分ぐらいを、もう一回、まとめ直して、そっから、総おさらいっていう感じにします。はい、そうしないとちょっと、そうしよう。でですね、今日これから、ここで勉強していくんですが、そう、実は M キャストの収録が、1日分足りてなくて足りてないときはごめんなさい、ごめんなさいっていうふうに、まあね、本当、しちゃってもいいかなと思ったんだけど、まあ、どうせだったらね、収録しちゃおうと思って、今日来ます。はい、まあ、今日ね、お話ししよう、何をお話ししようかなと思ってたっていうのは、実はですね、どこのお話とは言えません。はい。この、ポッドキャスト、意外と長岡、私の地元の方が結構見てるっていうことを最近気づいちゃったので、どこでどういうっていう話はしないんだけど、体育館でなんかバドミントンやってるのも楽しそう。うん。なんですけど、まあ、ずっと私の、ポッドキャスト、お聞きの方だったら、まあ、どこの話か分かっちゃうかもしれない。そんなわけで、今日お話していくのは、プラチナ世代の恋愛事情のお話です。まあ、プラチナ世代って言って、何の話か、ピント、プラチナ世代ってどの話っていう方もいらっしゃると思うんですが、まあ、シルバー世代とか、枯葉世代とか、まあ、いろんな言い方あると思うんですけども、まあまあ、大体ね、60歳以上の方々それがね、正しい表現かといったらちょっとね、微妙なんだけど、そうね、落ちてきた、なんだけど、まあ、私が、一緒に関わりがある方の中のお話です。はい、ですね、まあ、私のね、おじいちゃんも晩年、まあ、おばあちゃんが亡くなった後、おばあちゃんね、63だったから亡くなったので、まあ、結構早々亡くなってね、その後一人暮らしが長かったんです。まあ、その間にね、まあ、若い頃からね、相思相愛だった彼女がいたんだって、近所に、そう、この方と再婚したいっていうふうに、お父さんとうちのお母さんに言っちゃってたことがあって、ただそれはね、結局破綻しちゃったんです。なぜかというと、まあね、結婚ってことは家族なわけだから、まあ、お父さんか、おじいちゃんおばあちゃん
まあね、結構再婚するわけだから、まあ、新しい、私にとって新しいおじいちゃん、おばあちゃんだ。おじいちゃんは今までどうでし、おばあちゃんは新しいおじいちゃんが結婚して、新しく結婚してくると。で、まあ、その場合、まあ、もしね、おじいちゃんが先に亡くなって、おばあちゃんが残った場合、どうするのかっていう、じゃあ、その、ついこの間まで赤の他人だったおばあちゃんを、介護しなきゃいけないのかってなると、またちょっとね、話はややこしいわけで、まあ、そんなところが理由で、まあ、最終的に、おじいちゃんと、おじいちゃんのね、役に立った。私もね、ちっちゃい頃から知ってる方でした。あ、そうなんだ、みたいな。まあ、私はね、当時ね、高校生ぐらいだったから、好き勝手にいいんじゃないみたいな感じで言ったんだけど、まあ、お父さん、お母さんの判断はもうそういうわけにいかないっていうことでしたね。で、まあ、まあ、プラチナ世代の方って、当然恋愛はあるわけで、まあ、プラチナ世代って言っちゃいますね。うん、今ではもうプラチナ世代って言い方があるのかな。私がね、上のね、先輩方向けの、パソコン教室をやってた時は、プラチナ世代っていう言い方があって、シニア世代っていうのが、まあね、今、シニアって言っても、シニアの方々、元気じゃん。元気。私の、おじいちゃん、おばあちゃんの頃は、もう、40年前は、もう、シニアって言ったら、もう、おばあちゃんって感じ。おばあちゃん、おじいちゃん、大丈夫みたいな感じだったんだけど、まあ、今はそんなことなくて、まあ、私のおじいちゃん、おばあちゃんたちぐらいの世代の人たち、なんかもう、ガンガン、ほんと、ガンガン、ね、いろんなことやってられるし、まあ、現役でまだ仕事されてる方もたくさんいらっしゃる方とか、だから、だからこそ、シニアという名前だけプラチナにしましょうなんていう話があり、でプラチナ世代という言葉が、当時ね、一瞬なのかな、今も使われてるのか分かんないけど、流行りました。と、私たちがやってたパソコン教育も、プラチナ世代という、名前に登録してお話ししてやってたんですね。だから、まあ、プラチナ世代という言葉で言います。はい、でプラチナ世代の恋愛もなるんで、どうなんでしょうかね。これを見て聞いてる方、特に M キャストの場合は大体ね、30代40代の、どっちかというと、女性の方が多いなので、まあ、自分のお父さんお母さんが、まあ再婚、まあそう、まあ、どちらかが、ね、亡くなられて再婚なんてなった時にどうする確かにね、まあお金に言うわけね、まあどちらかが亡くなったら老人ホームに入ってもらうよみたいな感じで、まあ、お話できれば、まあ、それもいいと思うんですけど、まあね、そんな、今、ね、老人ホームにもなかなかね入れないという話になって、うん、まあ、お金の問題もあるでしょうしね、なかなかねそういうこともいかないと思うんですよ。そう、まあ、私はね、どうなんだろうねなんて思ってたんだけど、まあ、その中で私の身近でもまあそういう話があって、まあとある職場なんですけども、職場内恋愛をされてるという噂噂っていうのは、まあ、誰もね確証がなくて、確証がないっていうことはどういうことかというと、結局ね、どちらも、まだね、奥さんも、旦那さんも、お元気で、まあ、不倫ってことよ。そう、まあね、私にも、私もね、老人ホームとかで働いてる友達が、まあ、何人かいるんですけど、やっぱね、まあ、老人ホームでも、まあ、男と女がいれば、まあ、男と女って、また人と他人がいるので、まあ、寂しいっていうことになれば、まあ、恋愛感情は生まれると。そう、年齢関係なく、恋愛もすれば、ちょっとエッチな気分になることもあり、こういうことが、まあ、どこでもやっぱあるんだよね、なんか話で、よくね、お酒飲みながら話してるんですけども、まあ、私のこのこれからお話する話も、まあ、こんな話で、まあ、結論から言うと、本当に付き合ってるかどうか、は分かんない。職場恋愛なの、まあ、周りがそう思ってるだけかもしれない。ただ、
校の中には、一人ね、別の女性が出てて、その別の女性は、まあ、その二人の関係を見てて、付き合ってると。付き合ってるっていうばかりか、まあ、仕事中にね、ちょっと隠れていちゃいちゃしたっていうように、まあ、断言してるんですよね。で、まあ、それを、まあ、見たわけじゃないんですよ。見たわけじゃないけど、まあ、そんなの長年一緒に働いてるから分かるのよ、みたいな感じで、まあ、私にも愚痴ってくるし、まあ、私にも愚痴ってくるし、まあ、いろんな方でね、ところで、まあ、こういうことを愚痴り続けてるわけですよ。そう。まあ、そうなると、まあ、真実かどうかは分からないし、もうね、周りから固められていくと、なんか、真実っぽく聞こえてしまうというのが正直なこと。まあ、私はね、どっちつかずの立場なので、非常にそうなんだ、へえーみたいな感じで、適当に言ってますけど、実際は、まあね、職場内で隠れて、まあ、保育の仕事なんですけども、まあ、ポジションポジションちょっと違うところで働いていれば、まあ、他の人の